に進みたいと思います、えー。アニメ好きのためのサービス、アニメタについて、アニメタを作ってみたっていうことでアジアアニメディナイトワークの石山様、よろしくお願いします。あ、はい、こんにちは。<laughs> えっと。 えー、まあ、本日なんか忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。隣ですごいセッションが始まると思います。けれども、ここに来たということは皆さんアニメ好きということでよろしいでしょうか？はいまあ、何かあの初めてのセッションなんですごい緊張しまくってますけれどもよろしくお願いいたします。よいしょじゃああのまあ、ちょっとね。今先に飛ばしちゃいましたけど、<laughs> 自己紹介からしたいと思います。 あんまり言ってもまあ自分のことなんかねそんな興味ないと思いますので簡単に言いますとアジャイルメディアネットワークでえーまあシステム部所属してますハイパーウェブエンジニアの石山と申しますよろしくお願いします <laughs> まあアジャイルメディアに2010年の9月からなんでちょうど今2年目ぐらいなんですけどもあのいろいろなお仕事させて,もらっていただいてますでえまあ主なお仕事としてはだいたい えー、ファンズファンズという、あのー、SNS のサービスです、ね、とあとプロフィールというプロフィールサービスそして今回、あのー、初めて一から作ったアニミタというサービスをやらせていただいていますで、あのー、一応今回のプレゼンの流れを簡単にどんなことやるかなっていうのを一応やりましたフューエル PHP ちょうど今事前にケンジさんの方から紹介があったと思いますけど私はそんな詳しくは紹介しないので、まあ、一応使ってるっていうことですね であと、MongoDB と Twig という、まあ、テンプレートエンジンと j q d e r y モバイルを使ったあのアニメーターのサービスを紹介したいと思います。えー、API もまあいくつか使ってはいるんですけども、大体 Amazon と楽天と s h o い o レンダーさん、これが一番のメインですね。を、まあ、あの使わせていただいております。であとはまあち,ょっとちょっとしたお話などをしたいと思います。の前にちょっとだけ今の紹介です。f a n ズ f a n ズ。これ今、アジャイルメディアで私が入る前から提供していたサービスなんですけども、 あのーまあ、知っている方はあまりいらっしゃらないかもしれませんが、えー、と自分の好きなものとかをこう登録して、あのー、まあ可視化できるようなサービスですね、まあ、人と物とかつながるファンサービスで大体会員数が1万5千人ぐらいで、まあ、よくあるようなアパッチ PHP とまあマイスケート、まあ、といったようなサービスですねで、えー、と次、プロフィールこれが、えー、ファンズファンズで登録したサービスを、まあ、そのまま、えーとまあ、外部に公開できるような、まあ、自分のプロフィールが公開できるサービスとなっています でまあ、これ自体ちょっと単体では提供してないんですけどもファンズファンズに届きいただくとまあ自動的にあのこのプロフィールページが作られて、まあ、今、ちょっと画面にもまあ出てると思いますけど自分の好きなこう CD であったり本であったりそういったものが出てきますで次にで今回の一応私が一から作らせていただいたアニミターとなりますでちょっとキャプチャーの方はあの画面間に合わなかったんですみませんあのトップページのほとなりますけれども。 アニメが好きな方向けに作ろうということで企画されたアニメのチェックインサービスという形であの提供させていただいておりますでこちら2012年今年の6月にベータのリリースとして、まあ、今まだベータですけども出させていただいてますで開発は大体3か月ぐらい、まあ、あの設計とかも全部含めた状態ですねで、えー、使っているサーバーの構成などを説明しますと Amazon Linux の 54bit で PHP の5.3と、まあ、APC 使ってメ、MM、ムキャッシュが入ってます。あすみません、ちょっと開業がずれちゃってますね。FueledPHP は今1.3とかなっているんですけども、私の時点では1.2だったので、まあ、1.2のまま使わせていただいております。Twig が1.6、JQuery は1.7、まあ、今多分1もうちょっとで新しいの出てると思いますけれども、1.7.1ですね。で、JQuery モバイルがちょうどあの開発を始めた時にの1.0のベータから1.10の あのバージョンが出てたのでこちらに載せ替えましたという形でアニメ化を出しましたよいしょで開発した思いなんですけども、まあ、この辺は大体結構ブログとかであのもしくは記事とかで見た方もいらっしゃるかもしれませんが載せてさせていただいているんですけども、まあ、まず自分がアニメが好きだから作りたい、まあ、あと社内にもあのアニメ好きが非常に多いということで、まあ、あのオタク向けになってしまいますけどもかなりコアな層を狙ったあのサービスとして。 出すということを決めました。で、まあ得意なジャンルだから頑張れそう。これはまあやっぱり仕事ってモチベーションすごい大切なので、まあ、いやいや。やるよりはね。毎日アニメ見てこう。情報収集してても会社で怒られないっていう。すごいいい会社なので、まあそういう面で頑張ろうかなと思ってやりました。で、あとはあのー、まあ、ちょっとここ。今回情報載せてないんですけども。弊社あのー？ に福田というものがおりましてテレビジンというサービスが公開されているんですけれどもそちらの方で情報収集したところだいたいツイッターの実況ユーザーが50万ぐらいこうあるんですねでそのうちの、えーまあ、10%ほどがアニメの実況でさらにユーザー数を見ると5000人から 5, 5万人ですかね5万人ほどいるので、まあ、そのうちの10%ぐらい取れたらいいだろうということで、まあ、大体の,あのユーザー数の想定が見込めたので一応あ、まあ、出すような形となりましたで、まあ、あとはそうです、ね、もう1個 あるのが、えー、まあサービスを作るってことは自分のところにデータベースがすべて溜まっていくので外部では見れないような例えばまあ自分が知らないようなアニメとかってたくさんあると思うのでそういったものをどんどんこう取り入れていけたらなということで、まあ、あれですね一石二鳥みたいな感じで開発をしました。で でまあ、詳細はこちらに載ってますけども、大体ブログの方で更新情報であったり、まあ、あとはあの弊社に大先輩の小山さんがいますので、こちらの方のブログを見ていただければ、開発した経緯などの詳細はかなりわかるかと思います。よいしょと、まあ、ちょっと長くなりましたが、これからちょっと技術的なお話をさせていただきたいと思います。QADHP、ちょっと画面がなんかすごい小さくて見づらいかもしれませんけれども、ちょうど今、直前でお話ししていただいたと思いますので、あんまり詳細なことは話しませんが。 えーまあ、今まで自分が一番使っていたフレームワークは CakePHP の大体1.2とか1.1とかだったんですけども今回なんでフィール PHP を選んだかでんなんかすごいちょっとあれな感じですけどなんかすごいちょうど自分が調べた時にコード、ねなんかあのー、シンフォニーであったり CakePHP であったりいろいろあったんですけども。 まあブログの記事見てるとすごい早いとかっていう言葉だからもうどこかでもう独り立ちしてるような勢いだったんでじゃあちょっともう使ってみるしかないなととりあえず早に乗ってみようとまあすごいそんな適当な考えですけどもすみません自分が使ってみたかったっていうのが理由で選びましたまあ実際には使ってみれば分かるんですけどもいや確かに違いが相当分かってくると思いますのであのぜひ使ってみていただきたいなというで一応まあそれだけではちょっとあれなのでここがすごいよっていうことで API の作成が長ょく モンゴ o DB も標準で対応しています。で、PHP5.3 以降なので、まあ4、4よりとかの古い機能っていうのはもう、ばっさり切り捨ててるって言っても過言ではないので、まあ、要するに引きずられることがないので、その分の無駄な処理が省かれているということで、非常に早いです。あと、ああパーサーですね、あのー、スマーティーとかってご存知かと思いますけど、同じように TWIG であったり、もう一つまた別のパーサーもあるんですけども、そういったものがまあ標準で対応しているので、まあ、ちょっと簡単にインストールするだけで使えるっていうのが非常に大きな点です。 まあ、あれで増える PHP といえばやっぱりコンセプトや名前がかっこいいオイルであったり点火であったり燃料であったりこうドン,ドン,ドンって感じですね男のための増える PHP って感じですね。よいしょでまあ、あとはやっぱり、まあ、そうもちろん当然いいことだらけではなくてここが大変だった、まあ、ここちょっと矛盾してしまう部分もあるんですが慣れるまでっていうのでフォルダイヤファイルの命名規則を覚えるのが大変ってなりますこれ多分普通の人からしたらもしかしたら簡単かもしれないんですけども、別のフレームワーク使っている人だと ちょっとその仕組みに関して若干んてうんですか、ね、戸惑いとかを覚えるかもしれませんが、まあ、覚えてしまったら当然、もうこれなしでは生きられなくなってくると思いますでコンフィグがちょっと癖があるっていうのは、えーあのー、コンフィグが配列の形で、あのー、書いていくような形になっているので、まあ、ちょっとそこが癖があるのでもしかしたらとっつきにくい部分もあるかもしれません。 でビューの表示ですねこれトゥイクが使えるってことで、まあ、喜びさんで使ってみたものの全く画面出ないしそのファイル名がどうしていいかわからないしどうしようっていう状態だった感じですね実際にはいっぱいブログとかで情報が上がっているので調べていただければすぐできるんですけどもあのトゥイクの方も実際には導入してみるとすごい便利なので、まあ、ちょっとこちら、後で説明したいと思います、まあ、あとはモデルのモンゴデービー周りですね これはあのコントローラー内で使えばすごい簡単に使えるんですけどももちろんコントローラー内に全部、まあ、s q l といいますかその処理の流れを埋め込むのは美しくないのでやはり外に出さないといけないと思うんですけどもそれがあの標準だとちょっとモデルの例えばマイスケールのような形で CRUD みたいな感じでちょっと提供されていないので自分で作らないといけないんですねで、まあ、これはちょっと自分でかなり作るのに苦労した思いがあります とということで API がどれだけ簡単なのかっていうのをこの1ページだけで終わりますけれども、えーまあ、あ FuelPHP にはコントローラーがいくつかあるんですけどもその中の一つのコントローラーレストっていう、まあ、レストっていうのはよくあるです、ね、API の仕組みのものですねがありましてこちらをまああのエクステンドで継承していただいてで簡単に書くと例えば、えー、ゲットで欲しいときはゲットアンダーバーディストといったような形で あの頭にゲットアンダーバーをつける感じなんですね。でその後に自分の,あのメソッド名をつける感じにします。そうすると、まあ、あのこの例にもありますけれどもインプットコロンコロンゲットっていうのであの一応ゲットの情報が取れるようになっているので、まあ、URL が例えばリスト .json ってやるとあのそのあとの q= 何々といった、まあ、あのクエリがが受け取れる感じですね。 で同じように、今度、ポストの場合は、ポストアンダーバーアップデートディストとか、例えばポストアンダーバーなんちゃだという感じで、あのポストアンダー、頭につけるだけでポストのデータが受け取れます。ここはやはり、あのー、仕組みとしてはかなり分かりやすい部分ではないかなと思います。で、返すときは、えー、リターンドルディスレスポンスってなってますけれども、ここ特に、あのー、例えば返す形式を指定する必要がないんですね。例えば、JSON であったり、XML であったり、CSV であったり、こういったものがまあ次に、 書いてありますすけれどもこんな感じですね、あのー、自分のドメインスラッシュ、まあえー、コントローラー名スラッシュメソッド名でドットフォーマットでこのフォーマットが JSON、XM、CSV、PHP で PHP だったらアレで戻るような感じになってます。 でこちらなんですけども、まああの、形式を指定しなくても自動で戻るって先ほど説明したと思うんですけども、本当に JSON だったら JSON 形式でこう自動的に変換して戻してくれますので、非常にここ、楽なところですね、でもこれだけで本当にあの簡単に API ができちゃうんで、例えばアニメタでもこう情報、ユーザー情報を持ってくるときは、API を作って持ってきています。 でまあ、これだけだとただのフュエル PHP の紹介になってしまって過去の皆さんのサ、ね、イドシェアとか見てもらった方が全然ためになると思いますので、まあ、こんなの知ってるよってやつも多いと思いますのでだったらフュエル PHP とモンゴのお話をちょっとしようかなと,、まあ、ちょっとさっきと似たようなことはなっちゃいますけども今まで使い慣れていたマイスケール自分が Web 業界に入って、えー、初めて触ったデータベースはマイスケールですでマイスケール4だったんですけども、あのー、それからだんだんマイスケール5になったりとかどんどんこう進んできたんですけどもそれをやめて なぜ,なぜ今、モンゴルで言ったかっていうと、えーとですねまあ、データベースの選定でいろいろ情報を調べているんですけどアニメで求められているのが柔軟に変更な対談であるものとか、まあ、こういうものです。で、モンゴと MySQL の比較が載っております。モモンゴの DB、まあ、モンゴゴが 選ばモンゴたと,で、まあ、文とか、まあ、ちょっといろいろデプリカセットの仕様とかあるんで、まあ、この辺ちょっとあとで見ていただくとして、まあ <laughs> すいませんね。<laughs> まあちょっと、ね、あの時間をおっしちゃってるんでねすいませんあの、まあツイッグのいいところもまあこんな感じで、まあ、分けられるよと。<laughs> で、まあ、j q u のモバイルはちょっと今回ね、あの仕様があの PHP カ勘弁でちょっと本質外れちゃうんで、でごめんね、あの MPI ちょっとあまあ, <laughs> まあ言わなかったです、すいません。<laughs> まあまた今度あの説明してあります。 PGP はまあフレームワークかじったことある程度の人でもまあ結構おすすめな感じです。MongoDB は実際データ取得も早いしいいですよっていうね、まあ、こんなこと全く今回一個も話してないんで、まあ、あれですけども、一応ウェブサービスの開発してよかった点を簡単に言うと、まあ、新しい技術ってすごく楽苦しいけど楽しいっていうところですねで。あとはサービスを出してみるってすごい大事っていうこと。であとはまあウェブサービスの利点、あのみんなやっぱりアプリをどんどん作りたがりますけども、ウェブサービスってすごい大事っていうのも。 あるので、まあ、やっぱりこの辺も出してみましょうと思わせて、本当はここまでもっとやりたかったんですけど、すいません、まあ、なんかね、今ちょっとアプリって有名じゃん、今言ったのと矛盾してますけど、アプリ出してみてよって言われちゃったんで、まあ、ちょっとやってみたんですよ、そしたら、オブジェクティブ C とかマジ分からなくて、もう今更さら C 言語とかもう無理だよっていうところから見つけたのがタイタニウムモバイルということで、タイタニ m o モバイル、もう最高ですね、JavaScript さえ分かれば誰でも組めます。 本当にもう即作っちゃった感じですね。というわけで今、アプリを作ってます。だいたい10月ぐらいをめどに出す予定ですので、すみません、ちょっと今回説明がすごい足りなかったですけど、出したいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。何か伝えたいかちょっと分からなくなりましたけれども、<laughs> こんな感じでアニメーター作られております。<laughs> というところで <laughs>、はい、終了となります。<laughs> えー 石山さんありがとうございました。えっ、ー、とちょっと時間があるので、えっ、ー、と質問を1個ぐらいは受けられると思うんですけども、何か質問ある方いらっしゃいますか？質問とかあったらどうぞ。<laughs>